はい、どうも皆さん、おはようございます。真面目のレフト反応チャンネルの、鈴木貴博です。2ブロックできる風だしっていう、そういうふうに言われがちな、僕の、このヘアスタイル、ね、でさらに生理月間を解消した後のこの僕のね、日常というものは実に静かな、ね、日常で、もうあんまり人もいないですし、周りに田舎のとあるそのなんていうのかな、おとなしい家庭のそういう日常という、そういう感じにはなっているんですけれども、ですから何もリアルなそのドラマとかそういうストーリーというものはなくですね、日々淡々とやることをですねこなすだけな、そんな日々になっているような気がしますけれどもね。で、今日も朝からね、ウーバーの配達行こうと思ってるんですけれども、これからですね、三菱東京 UFJ の、銀行残高と、遊女の銀行残高合わせてですね、17万円ぐらいまではですね、引き上げていってですね、で、家賃支払いが今月あった後もですね、10万円以上の貯金額を残すという、最低限それぐらいはしっかりできるような稼働体制に守っていくつもりなんですね。で、毎月毎月プラス2万円ぐらいの推移で貯金額を貯めていき、で、それがもっとですね、もっと貯めていき、来年も国民年金保険料とかそういったものをですね、納めてもマイナスにならないような状況にしていきたいんですね。ですから毎日毎日その朝とお昼の時間帯、ウーバーの稼働が、できるっていう方向に持っていく。で、それで今までよりも倍働く、2.5 倍ぐらい働くっていう感じにして貯金額を増やしていくんですよ。で、それで永続的な一人暮らしを可能にしていくような体制に持っていきますから、非常にですね、仕事は忙しいような感じが、するんですよね。で、ウーバーの、ピンソロで行くつもりです。で、特に現金授受っていうので、その口座振り込みというものをですね、なんとか下げて、現金授受で、主にその給料をいただくっていう形にしてですね、どん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 自分からその三菱東京 UFJ の残高に追加していくっていうのをね、やりますから、非常に忙しくなると思います。で、そんな感じで今ですね、最高額がですね、23万だとします。で、そこをですね、36万くらいまでは引き上げていく、来年の、5月、5月ぐらいまでにはね。で、それで国民年金保険料引き落としがあって、15万くらい残るような、そういう話にしたいんですけれども、そこまで生きれば、大丈夫だなっていう感じが得られると思いますからね。母親なんかも心配してますよ。僕がですね、自己破産しないかどうか、高博子の不足によって大変なことにならないかって、心配してますからね。これから一生懸命頑張っていかなければいけません。で、隣のね、隣人なんかも今生理不順で悩んでるような感がありますけれども、僕だけ一人勝ちですね。真ん中の部屋なんで、当たり前なんですけれども、新入園のね、そういうのは真ん中の、ポジションを取るからこそ、しっかりとしたリーダーシップが必要だって、言われてましたから、今日も友達にも連絡をしてね、その緊張を治す方法を見つけたなんていう、そういうのもありましたし、そんな感じでね、僕は結構忙しいですから、今後ともね、よろしくお願いしますよっていう、そういう感じですね。
じゃあまた今日も一日やりきって頑張っていきます。ではまた、ありがとうございました。